AI 対戦会第15回目は、プロムスデルです。参加メンバーは、テレポン、生塚イチョウ、コントレール、ドラタカとなっております。それではスタート。いい音楽ですね。はい。さあ、1番手はコントレールから。まずは、サイレンスで、最初からクリーチャーを置かせない。テレポン。前回買ったテレポンを邪魔するという方向です。しかし、こっちもクリーチャーがない。さあ、サプレッションは使わない。さあ、生使いでしょ？まずドラゴンフライを置けた。悪くはない。さあ、テレポンは、さあ、うまく、ナイスドローですね。サイレンスをフェアリーライトで消した。上書きで消した。これでクリーチャーを受ける。ああ、しかもパイロットで行くという硬いやつを城の横に置いた。これかなり強いでしょう。あと、城、ソルティス。まず何を使うか。ソルティスで、慈愛。400G もらえるんだ。ずるい。最初からいきなり400G。あーっと、はまってしまった。これは、大丈夫か。なんかうまく回らないとすげえ遠回りになってしまうというような話を聞いたことがあるんだが、ショートカットになったのかもしれない。まず、砦を止まらないと話にならなかったような気がするが、どうだろうか。いい感じですね。火と地の年が合ってるやつが取れたというね。いやー、でもこの、うわー、2連鎖強すぎ。これはちょっとテレフォン順調だが、お金がないっていう状況。そう、こっちからこううまく回らないと、あ、これも土地置けた。置けてないのはコントレールだけか。で、またサイレンスで。これはフェアリーライトを邪魔するでしょう。はい、許さず、フェアリーライト許さず、だからほとんど収入なし、みたいな感じだね。また特殊地点でまた止まれ、置けない。そもそもクリーチャーが来ていない。さあ、これ置けたらでかいぞ。おぉ、ダイスがいいか？これは、バロメツをやるか、もうレベル上げしてしまうか。バロメツ上げてしまう。大丈夫か。ドラゴンフライよりはいいか。さあ、サイレンスが邪魔をしている。置けたのに置かせてもらえない。これは残念。非3連鎖になるところだったんだが、ナイスサイレンスと言えるだろう。これはナイスフェアリーライト。いい感じで置けてる。しかし真ん中には誰も来ないだろうからね。やっぱり城の脇だね。と、また置けた。中2連鎖。エリアが違うからね。中を上げても誰も踏まないんじゃないかという。さらに DGs でどれを邪魔するか。ドラゴンフライを邪魔した。うまい。ドラゴンフライは HP20 しかないんで、攻め込めばいつでもやっつけられる。おっと、遠回りしてしまった。悪さばっかりするやつ、罰当たりシステム発動ですね。はい。サイレンス、DGs と邪魔をしてしまったために、自分は遠回りする羽目になってしまったという。サイレンスが続いて置けないのが辛い。フェアリーライト効いてますね。さあ、置いて、フルエンスもありか、置かないか。さあ、遠回りしてしまったが、置くか。ああ、置けたんで、まあ、よしとしましょう。地の土地に、地クリーチャーが置けたということで。なんとかしてドラゴンフライを救いたいが、なんか気にせず AI レベル上げしそうだから怖いよな。サイレンスは剥がれた。これでレベルアップするでしょう。あ、横移動するかと思った。横移動もありだったね。いやー、この白脇はね、レベルが上げやすいし、しかも割と硬いやつが置けたんで、フェアリーライト効いてるな。案外ゆっくり歩いてるのがいいかもしれない。さあ、置けるか。アマゾン置いた。調和。さあ、周回したが、倒せないでしょう。おー、倒せそうな感じでもあったんだが、倒せなかったね。テレポンはアイテム何を持ってんだ？アイテム、ファイヤーアホル。微妙なものを持ってて、ちょっとデスゲージじゃ届かないかという感じですね。スポーン置いた。割とフェアリーライトがする。うわ、来た！カオスパニックまた来ました。しかし、ここ今は使うと自分が苦しくなっちゃうから、さすがに使わない。周回してからか。周回する前に使われたらみんなきついぞ。さあ、来た。どうする？コンフォクいかない。いやー、この白脇のゴーレムとパイロドレイクは相当落ちなそうだよな。さあ、倒しに行った。誰だ？コントレールか、ここは。さあ、アマゾン相手に援護があったような気がするから、援護で攻めに行く。取った。これはでかいね。2連鎖目。やはり地形効果が上がっていないとちょっときついかという感じですね。いいところにコンボを受けたね。これでキメラ相手に攻めてコーングースが決まる。さあ、フェアリーライト決まってる。これ次カオスパニック使うだろうな。そうすると、微妙な周回してる人は結構辛いぞ。いやー、やっぱこの土地強いな。とりあえずみんな、一周はできたからよかったね。テレポンはもし1が出るときつい。攻めに行った。ビジョン。さて、アルマジロは、偶数ターンに HP30 になっちゃう。今何ターン目かがよくわからない。おっと、倒されるわけにはいかないと。うまいアイテムで守ったね。ゼロになってる。サキュバスリングは先制で相手の ST をゼロにするという、守りアイテムとしても使えるという。いやー、いいとこ置けたね、これは。ルールを。サプレッション、今のところサプレッションやる相手がいないから、どっちかというとカオスパニックをサプレッションしたい感じだね。1が出るときついか？さすがにゴールできた。これ置くかな？置く方優先か。あ、倒せないからレベル上げか。倒しに行くと見せかけてグースか、これは。ファイヤーアーモルで落ちるのかな？どうだ？わあ、守った。ファイヤーアームで落ちると見ていったんだが、オーグで守った。さすがにケットし置かせて3連鎖っていうのはきついかな。守るか。なかなか強いね。ファイアームレ ST20、HP10 増えて再生がついてるっていうてんこ盛りのアイテム。ひくりが使うといいっていう感じです。これカオスパニック使うでしょう。どうだ？ですよね。さて、困る人は、そんなにいないかな？変化するんですよ。やっぱりキメラが強いと見た。いや、結構みんな、お金がカツカツになるね。フェアリーライトないと辛いかな。フェアリーライトがないと辛いかなっていう感じだね。一周するのがすげえ長くなっちゃう、これ。ゴールまでが遠い。あ、これは、ショートカットできるから嬉しいね。これ、生使い上は得した。おっと、カオスパニック返し。返し、さすがに許さん。どんだけカオスパニック見る。おーっと、結局ゲットして置いてしまったから3連鎖。いや、これはいいカオスパニックだったね。イビル。許すまじはどこを許さないか。あー、バロメッツね。そうだよね。収穫も、収入もあるし、収入もあるし、レベルも2だしっていう感じですね。これ逆回りすることになった。なぜか攻める。ドモミーで攻めたら HB 吸われてしまうぞ。大丈夫か？貫通はあったっけこれ。何か、今日だ。削りに行っただけか。吸われちゃうよね。テレイヤー見ました。テレイヤーもったいないな。風の土地の数かける10だったかな ?ST が。だけどカオスパニック祭りが来るから、もっとメフィストフェレスを入れている。ああ、これで。今度はどこ上げるか。おお、シャラザード上げる。確かにシャラザード強いよな。シャラザードでフェアリーライト消しとか見てみたいよね。おっと、うまいね。カオスパニックでかわして、さらに自分はフェアリーライトで、みんなお金カツカツなんだけど、自分は大丈夫的な。他ない。ブース持ってるのが強いよな。いくら落とされても大丈夫っていう。おー、いい。なけなしの人血を取れたのはかなりでかい。で、2連鎖になった。さあ、バイミス、どこに打つか、打たない。置くのはいいんだけど、カツカツになるんだよね、お金が。さあ、ティアリングハロー。さあ、もう一回攻めるか。生瀬がここ守ったから自分の土地か。あげちゃう。あげちゃう。地形変化かと思ったんだけど、気にせずあげちゃった。おーっと、ビステア何だめ？おーっと、ビステアが持っている土地の数かける30で、おー、シャラザード叩いた。さっき倒せなかったシャラザード叩いて、ケット市で横移動するつもりでしょう。さあ、どっちが取るかという勝負になります。こちらもフェアリーライト。ナイスフェアリーライトだね。フェアリーライトとカオスパニックで、他の人はカツカツにして自分だけ儲けるという作戦ですね。ところ成功しているように見えるが、テレポンが非3連鎖。非を使ってるセプターが多い中で、火の土地を3つ取れてるのがでかいね。さあ、このキメラも落ちないね。キメラ落ちないが、メフィストフェレスじゃ倒せないでしょう。キメラの ST が30かあって、メフィストフェレスの HP30 しかないんじゃないかな。先制がないときつい。HP、ST40 あるかな。このキメラ、とパイロドレイクのレベルの上げ合い勝負になりますな。これが倒せるイエティとかない限りは、ちょっと他の2人は苦しいんじゃないかなと思います。何で行くでしょう？行かない。ちゃっかり水の土地の連鎖で取ってるから、コントレールもまあ悪くはないんだよ。これ、殴られそう。殴れますよね。せっかくの水の連鎖だったんだが、嫌なやつに、一番嫌なやつに殴られた。飛べない。火、地、無効。割と強い G アメーバ。いい感じで土地を取っている。だからまだ水の連鎖は1と。またカオスパニック。しかし撃てない。全員の手札からカオスパニックが出てきてるぞ。それは意味あるのかっていう感じですね。ベルオンカオス。さあ、まさかドラゴンフライを上げたりはしないでしょう。交換、上げちゃうんだ！上げちゃうんだ！上げちゃうと横移動来るぞ、これ。まずいぞ。まずいぞ。呪いの効果、ディジーズというのは分かっていないような気がする。おっと、ここでカオスパニック打ってしまう。誰だ？自分はフェアリーライトあるからいいよってことなのか。誰が苦しくなるんだ、これは。おっと、ドラタカも逆回りだが、別に苦しくないよと。フェアリーライトあるからいいよと。コントレールが苦しいのか。そうだね。コントレール。N 行きたかったのに、これで N 行けなくなっちゃったから。でこれ、地無効だっつってんのに。あ、待てよ。待てよ。あれを持ってたか？ティアリングハロー持ってたか？ない。いやー、向こうなの強いんですよ、これが。しかも死んでしまった。結構お金カツカツになって厳しいんじゃないか ?4G しかなくなった。ああ、なけなしのコントレールのコーンフォークを売る羽目になった。さあ、ベノム。さあ、逆回り。交換した方がいいぞ。交換した方がいいぞ。うわっと、メテオ。まさか歌、ない。いやー、フェアリーライトで2人だけは余裕なんだけど、ちょっとどころじゃねえな。ちょっとどころじゃなく、コントレールがかなりきつい。いやー、売りまくる羽目になる。もう一周しないといけないからね。今、40G しかないのに。これは倒しに行く。さあ、どうだ。デスゲイズで倒せば、隣の、ドラゴンフライも安泰になるが、どうだ？45いって死ぬけど、衰弱死するのか、これは。うまい。殺したが、デスゲイズの効果は発揮されなかった。で、死んでゴールドグースのお金をもらった。お互い痛み分けという感じか。ナイス落としだったね、これは。メテオ？どっかレベル高いとこあるか？どっかレベル高いとこありました。この頃は問答無用でレベル1にするんだったっけ？きついな。おっと、また遠回りしてしまった。オスパニックさすがに使いすぎでいらない。さあ、その土地が取れればという感じだが、横移動するかなこれは。そうだよね。レベル2だったもんね。シャラザードの土地奪った。さあ、苦しいのはコントレール。N も回らないといけないのに、コントレールを邪魔するためだけにオスパニック打ったような気がする。これ10ラウンドぐらい何もできないというパターンだぞ。また攻めに行くが、好きだな、メフィス。ああ、そのヴァンパイアリングがあれば ST を吸って先制なんで、若干削れたような気がするんだが、じゃないと苦しいよね。死ぬだけ。先制の概念を AI は理解していないようですね。このキメラが上げられると結構きつい。いやー、フェアリーライトが効いてるから、テレフォンと、ドラタカだけはお金が潤沢。一応コントレールもカオスパニックを入れて対策してたのにカオスパニックを打つ代金がなかったというね。さあ、これは一気にキメラを上げて踏んで終わらせる作戦でしょう。上げますよ、これ。ガツンと。1対4まで上げた。しかし、連鎖も2連鎖してるのか。でかいな。これ踏んだら終わる。ゲームが終わる。きつい。せめてバイミスとか打てないものか。いやー、すごろくになってしまっている。きつい。きつい。28G しかない。いやー、せめてさっきヴァンパイアリングとか減らしておけばね、なんとかなったのに。まだグールを上げる。グールもでも HP が30しかないで、ちょっときつい。さあ、あれを超えられるか、あのキメラを超えられるかどうかの勝負になってくる。インフルエンスが効くぞ、これは。インフルエンスどっかに打って、非4連鎖にする。はい、色が変わったところで、関係ない。いやー、これはドラタカ強いな。どうにもならんでしょう、これ。レベル上げて、交換するか。うまいね。インフルエンスからの交換。でも、G アメーバーの方が強そうな気もする。さあ、超えられるか。超えられるか。それとも踏むか。踏んだら終わる。踏んだら終わる。超えた。超えたが、周回、ゴール、周回ボーナスをもらえず。28G のまま回り続ける、この辛さ。あ、今度こそ殴れない。さっきまで倒せないとこは殴りに行ったのに。さあ、ピラリスでもしかすると落ちるか？あ、置いてしまう。もったいない。先制ないとちょっとキメラは無理か。先制、おっと、イエティが出てきて、またそしてフェアリーライト。うまいね。自分だけ、他の人は周回遅れにさせて、自分だけフェアリーライトという完璧な状況だ。そしてこれは、またショートカットができるパターンだね。さあ、コントレールの一周は長い。10ラウンドぐらいスゴロクをしている感じ。しかし、その倍ミスとかをどっか打てば、またチャンスは巡ってくるかもしれないが、これもまた周回ボーナスじゃないんでお金が入らない。フィブラ。さて、どうする？倒しに行く。ハートフィブラで倒しそうだな。フィブラで倒すと確か HP が20増えるんだったかな。ちょっと強いドラゴンフライが出来上がったが嬉しいかっていう話だね。あとでインフルエンスとかすればいいか。あ、でもこっちも地属性の連鎖もあるから地2連鎖だから悪くはないか。さて超えられるか。おお、踏みそう。怖い。あげちゃう。こっちも金あるからね。そこのキメラさえ踏まなければあげちゃっていいんじゃないかっていう感じか。交換するかな？しない。さあ、コントレールはようやく回れそう。しかし、きつい。売っ払わないだけいいだけ。マシ。4G になってしまった。これは見てる方が辛い。おお、いいダイス。これはギガントレール。これで地3連鎖になった。キメラさえ踏まなければなんとかなりそうなんだが。さあどうだ？ 1 以外。超えた。しかも、火の土地が取れた。でかい。これはでかい。それからケット仕上げと来るでしょう。これは。いや、フェアリーライトが強いな。お金が。アルドセプトリボルトのラウンドゲインと同じだからね。しかも周回が早い。ショートカット。ナイスショートカット。いやー、順調だね。でも中と内はエリアが違うんで、連鎖が一緒に見られない。これまたゴールしそうなところでカオスパニック。打たれそうな気がする。でかいダイス。これでようやく。そっちに行く。グラディエーターを倒しに行くかと思ったんだけど。こっちも削れてたか。おお。お前盾どうせ使うだろっていうところを見越してはザハンドを使ったんだが、意味なし。こっちを奪って意味あるかっつう感じなんですけどね。変なアイデアがいっぱいで、おーっと4連鎖目。悪くないんだよな。悪くないんだが、どのしゅうおっと、アレスが来た。アレバになる。これはレベル一気に4まで上げちゃうでしょう。移動。これは意外。倒せる算段があってか。わあ、うまい。なんと、ティアリングハローは破壊ダッシュ無効。ティアリングハローは破壊ダッシュ無効というところをついて、ザ・ハンド使って守ろうとしたドラタカの連鎖を切ったという意味でもでかいね、これは。しかしドラタカはイエティを持ってるっていうのがね、連鎖を切ったのにまたウィルボイスで3連鎖に戻した。これはいいダイスが出たな。今日のダイスめちゃくちゃいいな。これでまた、転送に止まったりしたら泣けねえ。おっと、また遠回りさせられている。これはきつい。ウースはいいね。こっちは近道。ショートカット。もうテレポン対ドラタカの勝負になってまいりました。あそこ、あとは。これ、落とすか？落とせはしないか。ドラゴンフライがいつ落ちるか。おっと、いいとこでドレマ引いた。しかし使えない。使えない。危ない 0G! 所持魔力 0G! キメラに止まったら終わる。変なアイテムばっかりいっぱい持っている。デスゲージで横をそして睨む。スティンクボトル。アリススティンクボトル。アイス置いちゃうか？置いちゃうんだ！置いちゃうんだ！どうなるんですか、このゲームは。ちょっと待てよ。だとしても君ら落ちないな。アイテムが硬いし、ガセアスとタリスマン。両方無効化。さらにここで、もし、コントレールがゴールできないとカオスパニック使ってくるぞ。上げちゃうか？ゴールできないと苦しいぞ。1、2、3、4、5以上出るか？ 5 以上出ないと死んじゃう。5以上出ないと、あー出た！よかった！しかも、行くでしょう、これは。アレスバだもんね、もう。アレスバでもう荒らしまくるしかないよ。あえてグース！いや、いいのか、それ。お金稼いだらどれまで座れるだけだぞ。400吸う方がいいと見たか。いや、その土地、レベルアップのために取っといた方が良かったと思うが、これでちょっと、ようやくゴールができた感じだね。おっと、はまってしまうか？大丈夫か？いや、はまったか？バンクルで行っても倒せないでしょう。ベノムか？っていうわけでもない。アリスの応援。プラス何か使えばもしかするとっていうところか。怖いな。アリスのね、プラス ST20 を忘れてると怖いが、キメラだけは先生 ST50 ぐらいあるからきついんだ。あー、デスゲージ、このデスゲージ捨てちゃった。隣倒しに行くのを見たかったのに。いた手を引いたか。クリーチャーがない。クリーチャーがあれば攻めに行けるんだが。で、カオスパニック来るでしょ、これ。どうだ？来ない。得はしないと見た。いやー。倒せちゃうのですか？コンジャラで倒せちゃうんですかこれ。いやー、きついなー。あー、なんと戦闘中は HP が20減るんだ。コントレールのなけなしの土地が落とされる。さあ、これで水と血をまた取ったんで、イエティが出せるようになってしまった。さあ、これはそう、どれもするよね。どれもするよ。1000ぐらい持ってるよ、テレポン。これでちょっと生き返った。461も吸った。そして、そこのドラゴンフライはディジーズかけた甲斐があった。このディジーズをかけたのはコントレールだ。ようやくこれで400吸って、ここを奪って、なんとか耐える。色は合ってないけど、なんとかゲームに戻った感じだ。いやー、これはそうするとドラタカが圧倒的に強いかな。おっと、そこ高い土地だぞ。土地を、クリちゃんない!もったいない。マイン。マインどこに置くんだ？さてと、地形変化するかなこれは。上げちゃうんだ、そのまま。大丈夫か。後でインフルエンスのつもりか。そのドラゴンフライは強いのか。先制だから、なんとかなると見たか。うわ。ちょっとグラディエーターは守りが弱いんだけどね。確か、防具が持てなくって、防具アイテム持てなくって、武器しか持てないやつ。あ、これも攻めるぞ。いやー、全部落とすよ、これ。すごいね。アレスマンだって。アレス置いたテレポンはちょっと失策だったかという感じ。しかし、守るよな。いやー、もうすべての土地を落としてやると言わんばかりの攻め具合。しかも今、どれまで 400G 吸ったんで、お金は潤沢にある。いくらでも攻めてやるっていう感じ。どんどんアイテムを削っていく。だからあの土地も攻めないと。さあ、逆に殴る。デスゲイズで70あるがどうする。なんか使うか。アリスの応援で70。強すぎ。もともと俺の土地だよと4ブック。抹消。決まったー。すべてのセプターのブックから消滅。フェイト入れてる人結構いるからな。さあ、ブックから消滅しました。デスゲーズの消滅初めて見ることができました。これは気持ちいい。おお、超えた。これ、キメラ踏むと本当終わるからね。さあ、火の連鎖が少なくなったがどうするか。ペリーを上げる。いやー、ペリーも強いね。ペリーがランプロ状態だからね。ケットシーもランプロ状態だから。おっと、またフェアリーライト。強いな。さすがにカオパはいらない。いやー、連続で、すべての周回でフェアリーライト使ってるから、相当お金が潤沢。これは倒すでしょう。さすがにコンジャラ許すまじ。おっと、倒さない。コアティ強いぞ。コアティ強い。あー、でもオーディナンス、なけなしのアイテムを捨てるか。アンチマン、自分は座れるわけにはいきませんと。コアティ強いぞ。でも出せないんじゃないかな。血がないと。出せるー。いやー、一番ギガンテリウム、一番レベル上げたいなと思っていたところなんだけど、生使い帳が。さあ、これは、ブーメラン使うでし、使わない。使わないで落ちる。さすが、アレス計算している。すげえ強え。アレスのせいで、アレバになってしまっている。しかし、ドラタカだけ被害なく、アイテムは持ってる。攻められてないんだよね、ドラタカだけ。どっちが。ああ、今アイテム引いてきた。ショートカットできるのは強いぞ。でも、レベル、どっちかっつうとレベルが上げたかったんだよな。アイテム来た。ここマインを置きたいところだろう。ここは誰も買ってないね。あった。あ、違うな。ショートカットじゃない。これはだいぶ遠回りだが、フェアリーライトのおかげで問題ないという感じだね。全部落としてやると言わんばかりの勢いで落としに行きます。らない。むしろお金が増える方が嬉しい、コンフォーク。すげえ落とし合いになってるぞ。これアヌビアスが強そうだな。めちゃくちゃ。どうなるんだ？こんだけ殴り合いしてると。先制はいいね。先制あればキメラをなんとかできる可能性が出てくる。ショートカットできたのは嬉しいが、ちょっとキメラが怖い。そしてクリーチャーが少ない。マジックシールド強いね。ああ、盾を捨てて大丈夫か、このアレスバで。前に使わないね。地味にもうちょっと上げてもいいかなと思ったんだけどね。さあ、リリーフ。リリーフがうまいんだよね。さあ、誰と誰を交換するか。うまいねー。HP が高い、ウィル・ウィスプに交換した。じゃあ能力でうまいねー。4連鎖目か、これは。レベル2の土地を取った。これはめちゃくちゃうめえなー。ドラゴンフライも落ちそうだしね。もっとウィザードアイ。それ捨てて大丈夫か。一番残しておきたいアイテムじゃないのか、それは。コントレイルの、アンチマ終わった。うまいね。許すまじと。大丈夫か？いつキメラに止まるかどうかがすげえ怖くてしょうがないんだが。そのまま上げたら落ちるでしょう。横移動で。今、アレスバなんですけど。ああ、フェアリーライト。こっちもフェアリーライトですけど。ああ、グレアム捨てるの大丈夫か？いやー、いろいろ不安がある。落ちちゃうからなー。大抵の土地。いやー、でもクリーチャーがないんだ。テレポンに金が入った。テレポンが徐々に復活してきた感じ。はあげない。さあ、コントロール。踏んだら終わるが、踏みそうだ。さあ、自分に。キメラに倍ミスを打ってほしいな。自分に。自分に。それよりも。超えたー、強い。そして自分の血。このまま上げたりはしない。さすがに。怖い。さあ、2が出ると怖い。さあ、プレーを使わない。おお、超えるねー。あっと、しかし、これはペリにはまってしまったんでは？落とせるんか？あー、クリーチャーがない。そこを上げるんか。大丈夫か。すげえず。さて、これで金が入った。テレポンが、潤沢のお金を何に使うか。さあ。いやー、強いね。アイテムは、ガセアスとタリスマン。こっちも強い。交換かなこれは。さすがに。そう、さらに交換した。ワンニップも強いからな。スデスティ50あるから70ぐらいになります。お、インフルエンスいいぞ。インフルエンス E が、そこは攻められないんだよね。強い。さあ、ダマ使い調子。あー、ウィングブースは取っといてほしい。アイテムしか出ない。アイテムしか出ない。クリーチャーがない。クリーチャーがない。全く出てこない。わあ、盾はいい。盾はいいぞ。ファイアーアームルもいいんだが、捨てちゃうか。さあ、そいつは落ちないでしょう。落ちるのが、バイタリティ中だからちょっと落ちなそうではあるが、それでも攻めに行くか。ブーメランかな？ブーメランで落ちそうだね、これ。アレスの上で。うわ、ブーメラン強い。アレス、ブーメランバ強いな。せっかくのコアティを横でどっちも落とせたのに。さあ、どなたか。カオスパニック打ちそうだな。これ、タイミング的にはバッチリだが。打つよね。ですよね。自分だけ大丈夫な感じだもんね。N を回ろうとしたテレポンを防いだのがでかいな、これは。テレポンの190。そしてまた、キメラを噴火も可能性が非常に怖い。おお、超えた。さあ、どっか。移動で倒す。おお、ドラゴンフライを倒す。ドラゴンフライ誰のだ？確かテレポンのピラリスだった。ドラゴンフライに見えた。いやー、それでも守りきれないでしょう。アレスの応援があって、ダメだー！アイテム使ったのに守りきれない。うまく取りましたね、これは。じゃあ、ようやく出たか。出ない。ザ・ハンドだった。あ、自分のとこだ。焦ったね、これは。また踏んだかと思った。いやー、このカオスパニックはきつい。逆回り。しばらく何もできない。でも置いてしまう。でもフェアリーライトがあるから、まあいいんだけど、ドラタカだけゴールができてしまうというね。これはデスゲーズ落ちるんじゃないかな？それとも、守りきれればいいが、さすがに、なんかアイテム持っていたような気がしたが、いっぱいあったけど使えるアイテムがないような気がする。いやー、その前にお金がなかった。金があれば。いやー、やっぱカオスパニックは効いてんだな。レベル4の土地を奪ったからどなたか逆転だね。これを、コントレールに踏ませ、コントレールじゃない、テレポンに踏ませて、勝ちか。うわー、5800までいった。強い。ミスをね、あそこに打ってほしいんだよね。あのキメラに。インフルエンスか。何論するんだ？水に変える。もうほんと、地形効果関係なし。あーっと、はまってしまった。これは痛い。痛い。いやー、強い。844。は、ついに踏んでしまったー。すごいお金だ。いやー、これはきつい。ピンポイントでリリーフうまく使ってレベル上げてるのが、ほんと、うまいのかな。カオスパニックは強かったな。倒しに行く。自分のレベル2を捨てて倒しに行く。さっきあれがあったね。先生のスリングがあったから、パイロドレイクが来た時にスリング使えば逆に先生で殴り倒していたのに金がなかったっていう、もったいないかったね。そこは守りきれてたらまだテレポンにもワンチャンあったのにな。なぜかようやくマインを使う。ドラタカに踏ませたいってことか。なるほど。これは倒しに行く。連鎖を落とすことができる。これ結構でかいんじゃないか。それでもドラタカの圧倒的なレベル43つにはちょっと到達してもない。いやー、差は2センチ。マイン、惜しい。マインで踏ませると 50% 魔力落ちるはずだから、それを見たかったところだが、これ落としに行くでしょう。そうだよね。さあ、コントレールも逆襲し始めている。まだ金がない。いやー、カオスパニックはきつい。フェアリーライト入れてるもん勝ちという感じになっている。すげえ嫌なアレスバだな。また踏むときついぞ。耐えた。バルダンで。テレフォンは超えられるか。自分に打つかな、これは。自分に打ったね。連鎖になったが、そこ耐えられるか。火を買ったね。あー、せっかくの。もう、非護符を今活用している。さあ、マジ棒どこに打つか。打つようなところあるかな。なさそうな気がするが。コントレールか。大したことはないね。倒しにはいかない。余計なところは倒しにいかない。さあ、いいフライが出ればいいが、フライ使わず、あそこ、おー、土地が高いところ取った。一応、コントロール復活してきたが、さてどうかという感じだね。おー、これはショートカットできたからまだよしと見るか。ゴールできないんだよね、これ。カオスパニック使われてるから。これ交換でしょ、さすがに。レッド C に交換して安泰。なんだけど、あと、5ラウンド、順当に、うわー、強い来た。強いのが来た。このアレスバで強いのが来た。これ上げちゃうでしょう。ドーン。落ちそうもない。落とせるやつがいない。しかも、手札にはガセアスとタリスマンをずっと固く持ってるからね。うわー、ドレマ。今、レベル上げる前に、ドレマしたかった。さあ、これ、でっかいライズ出るか。うおー、真ん中に止まった。ギリギリセーフ。ああ、先生は取っといてほしいんだよな。可能性があるんでね。ショートカットで一気に回る。さあ、生使い賞にもチャンスはあるか。さあ、テレポンはだいぶ遠回りさせられた。さあ、なんかできることあるか。交換するか。それぐらいしかやれることがない。いやー、圧倒的なというか、いやー、アイテムが強い。このさっさと取っといてもいいと思うんだけどね。落とせそうだから。これ4ラウンドになった。踏みそうなんだよね、これ。コントレールが。超えた。バルダンは誰だ？いいね。バルダン対グリンデロー。あんまりどうでもいい貝合戦だね。生使い帳だった。余裕勝ちでしょ、これは。うさぎじゃどうにもならない。いやー、レスが強すぎ。ザハンドかグレムリンアームルがあればどっか落とせるかもしれないが、ちょっとでも無理だな。ウィル・オービスプとキメラとハイロドレイクっていう、打ちそうもないやつらばっかり。クソダイスが出て逆回りするっていうパターンか。何を消すんだ？コントレールの？どれも消しちゃう！もったいな。どれまでドラタカから吸いたいところでしょ、これは。そうだよね。クソ。うわあ、ちょどーん来たきつい。今、クソダイスが出ちゃったんで、上に行くしかなくて、上行ったらマインっていう、ひどい状況。いやー、ドラタカゴールか？ゴール、これもうゴールしてしまうんか。しかし、ハマってしまった。まだまだハマる可能性ある。バリケード面白いね。バインドミスト使ってくれないね。いや、チュドーンが見れてからよかったね、これは。で、やっつける。マーネス・イルスマジ。もともとギガンテリウムの土地をコアティが取って、それをマーネスが奪って、さらに、ドラゴンフライで取ってやれと。ちょっと強いドラゴンフライだね、こいつ。30、40。しかし。で、ここで盾を使わせたのはでかいな。そうすると、ワンニップあたりで、どっか、ペリが落ちそうな感じ。もう一個あれです。踏むかと思った。びっくりした。56種類。アイテムは豊富だからな。まず落ちない。さて、これを、豚がどっか踏むかどうかにかかってるが、うまく避ける。それゴールか？7000じゃない。こう、8000時間。このマップの最低到達魔力は8000なんで、ギリギリゴールしない。しかしもう圧倒的だ。あと2ラウンドでどうにもならないでしょう。アイテムがまず強いからな。どうにもならないんですよね。ストーン。ああ、そうか。ウサギ、ルナティックヘア。なんとかなったかもしれない。いやー、無理だな。ここでフェアリーライトが来たところで。いやー、カオスパニックがうまかったな。相手の周回を阻止して自分はフェアリーライトというのが成功した感じだね。完全に。さあ、踏まなければ、わー、またアイテムが強い。死にが出なければ大丈夫。そう、安泰だね。マインもなくなったし、おっと、余計なチャリオットしてくるか。ああ、先制ないとチャリオットでも。してくる。さあ、誰を邪魔しに行く？そっちかい。そっちかい。もうちょっとなんか、叩けそうなところをやりに行ってほしい。もう3位、4位で争ってて欲しくないんだけど。しかも自分のレベル3を手放してわざわざ行く価値があるのかっていう謎行動。3連鎖の、あ、連鎖は別にないのか。引っ張らったからなくなっちゃうんだか。いやー、強かったな。圧倒的ドラタカの、やはりキメラ。どうにもならないね。チャリオットで取ったのに逆に取り返されたっていう、そこ意味あったんかい。お、インフルエンスいいぞ。インフルエンスでどっか。なるほど。さっき置いたところを連鎖を上げて、5連鎖になって、5分も持って、このままレベルアップしてどうだ？多少は届くか？ユルスマジ。さっきのドラゴンフライ。お前さっき攻めてきただろう。許さんからなと言わんばかりの攻撃。先制で逆にファイヤーアーモルで、これスティンクボトルで、こう、ポキン、ポキンとアイテムを消すことができたのに。しかも回復しちゃった。何の意味があったんだよ、移動は。レベル上げの方がいいだろう。さあ、どうとか、特に怖いことはない。アレスバもほとんど効かなかったね。なんで最後レベル上げて、圧勝して、終わり。いやー、強かった。完勝と言えるでしょう、これは。いやー、前回の雪辱を果たしたというところでしょうか。とにかく守りが堅かったね。とあとはフェアリーライトがうまいタイミングでカオスパニックを使うのがすげえうまかった AI でしたね。はい。特に波もなく順調だったという感じでしょうか。土地の数とか。侵略、13分の9と。13分の9とコントロールを勝っているのに、いいところで、やっぱり、すごろくさせられたのがきつかったんだな。2周ぐらい周回、損させられたからね。本当に。きついわな、そりゃ。パーミー入れとくとかで、パーミーとかエスケープ入れて回避するっていう方法しかないのかね。はい。では、次は、天空の祭壇です。はい。またブックの投稿お待ちしております。では。